温かい拍手でお迎えください。以上、23名の新成人でございます。もう一度拍手をお願いいたします。本日成人式部、成人式をお迎えの皆さん、おめでとうございます。保護者の皆様、お子様のご成人、誠におめでとうございます。ただいまより令和4年唐津市七山会場成人式を開式いたします。これからの司会進行を新成人の3人の方にお願いしております。まず最初に新成人の門ということで、二十歳になった思うことや進学、就職などで進路が分かれてしまいましたので、それぞれの緊急報告などを自己紹介も兼ねて1分ほどスピーチしていただきたいと思います。私は今大分県で心理学を学んでいます。アルバイトで児童相談所の一時保護所で補助員として働いています。毎日刺激的で新しいことの連続です。今後もいろんなことに挑戦して楽しく過ごしていければいいなと思っています。看護師になるために看護学校に通っています。私になって10年が育ててくれた両親に感謝の気持ちを忘れずに、これからも頑張っていきたいと思います。今は福岡の大学に通っています。高校大学と県外の方に両親や家族のみならさせていただいているので、しっかり大学卒業して恩返ししていきたいと思います。私は今北九州市の大学で心理学を勉強しています。一人暮らしをするにあたって温かい家族や地域がどこがありがたかったか、その大切さを改めて感じているところです。成人の自覚を持ち、これからも感謝の気持ちを忘れず精進してまいります。今は福岡の専門学校に通っています。4月からプリスでのコーディネーターとして働いていくので、お客様に素敵なコーディネートをできるように頑張っていきたいと思います。今は福岡の専門学校に通っています。4月から社会人になるので家族に恩返しできるように頑張っていきたいと思います。以上です。今は福岡で仕事をしています。久しぶりにみんなの顔が見れて嬉しいです。学校を通しながら大人になっていきたいと思います。よろしくお願いします。今は長崎の諫早というところで工場を作る仕事をしています。いろいろ覚えることがたくさんあるので大変ですが頑張っていこうと思います。以上です。私は小川で仕事を頑張っています。みんなになって嬉しいです。今は小川大学に通っています。実際になって思う人はまだまだ両親に頼ることが多くて未熟だと感じています。なのでこれからは両親に感謝しながら日々精進していこうと思います。これまでの20年間いろんな人に伝えてしまったので、
これからは自分が誰かの支えになるように心理精進していこうと思っています。で新生後成人になったのでこれからもしっかりと社会人らしく礼儀正しく生きていくのでお願いします。二十歳になったんで親孝行できるようにしっかりと頑張っていきたいです。今は福岡の学科で受付として働いています。周りの人への感謝を忘れずにこれからも頑張っていきたいと思います。現在は歯科衛生士の専門学校に通っています。こうやって専門学校で勉強できているのは院長先生や職場の方々、家族、そして何より母のおかげだと思っています。少しでも恩返しするために日々勉強に行ってみたいと思います。二十歳になっての方が中学校と変わらず今もちょっと学業で苦労しているので学業も頑張りつつずっと続けてきているバドミントンで成果を出せるように頑張りたいです。私は今放送など法律を受けられるような職業を目指して勉強しています。まだ成人になったという実感があまり湧きませんが目標を達成して自分の理想の大人になれるように頑張っていきます。今私は北九州の大学に通っています。バドミントンを頑張り、支えてくれている両親や周りの方々への感謝の気持ちを忘れずこれからも頑張っていきたいと思います。今福岡の方で自動車の製造業をしています。とても体力がいる仕事なので健康管理に気をつけています。これからは感謝の気持ちを忘れずに、世話になった方々に恩返しできるように頑張っていきたいと思います。今は福岡にある歯科衛生士の専門学校に通っています。まだ学生なので、成人の時間はありませんが、少しでも家族に恩返しができるように頑張りたいと思います。今は福岡の方の歯科衛生士の専門学校に通っています。二十歳にはなりましたが、まだ1年学生なのでしっかり勉強を頑張って周りの人にも恩返しできるように頑張りたいです。本日はお忙しい中小学校や中学校時代にお世話になった先生方にお越しいただいています。恩師の方から新成人へメッセージをいただきたいと思います。社会人になるといろいろ難しいことに直面することもあると思います。その際には学校で習った知恵を生かしてぜひ全力で取り組んでください。重責業になってどうしようという心配な場面もあるかと思います。しかしよく言われます、ピンチをチャンスに変える、そういった気持ちで取り組むと突破できる皆さんだと思います。その際に重要になるのは何事にも勇気を持って挑戦する、そして謙虚に学ぶ気持ちを常に持つことだと考えているところです。ここで新成人を代表されまして新成人代表の言葉を森田雅宏さん、森田咲さんのお二人にお願いしております。私たちは小中一貫生になった一期生だからこそ経験や気づきが多くありました。小中一緒になり両指導を進める中で先輩後輩とのつながりや接し方などこの9年間で過ごした経験は私たち社会生活の多くの場面で役に立っています。全国でも数少ない小中一貫校での学校生活を送れたことに感謝しています。私たちが成人式という大きな節目を迎えられたのはここまで育ててくれた両親、苦楽を共にした友人、激励していただいた先生方、さまざまな形で見守ってくださった地域の方々のおかげです。本当にありがとうございました。
この自然豊かな七山に生まれ、焼酎ともに過ごした仲間と今こうして新成人として誓いを共にし、このふるさとを自分たちの誇りとして心に刻んでいきたいと思います。そして後に続く後輩たちの見本になるような社会人を目指していきます。形式の言葉、嵐市奈良山市民センターセンター長大熊功が申し上げます。これをもちまして令和4年嵐市奈良山会場成人式を閉式いたします。